第39回、鎌ヶ崎越冬闘争越年闘争とは、年末年始の休日を生き残るために、土屋街で行われる政治闘争を交えた各種活動のこと。越冬闘争とも言う。年末年始は多くの企業が休日に設定している。しかし日雇い労働者にとっては、その間全く仕事がないことを意味し、まさに死活問題である。その対策として、行政は、 日雇い労働者に年末一時金を支給したり、事前団体が炊き出しを行ったりしている。越年闘争は、旧民革命論の影響を受けた、日本の審査翼の活動で、一人の死者も出す名の合言葉の下、炊き出しを通じて日雇い労働者の団結を促し、自党派へのオルグを進めていくものである。日雇い労働者は、共産主義思想で言うところのルンペンプロレタリアートで、 あるため、規制左翼のオルグの対象から外されていることが多い。震災翼は、日地を開拓する、意味も兼ねて日雇い労働者の支持を得ようとしているので、ある。土屋街では、他の地域であまり目にすることがない震災翼の味ビラが、貼られているのは、この越年闘争で土屋街に食い込んでいるからである。震災翼による活動ではないが、2008年末の年越し派遣村も、 政府や社会を動かしたという点で一種の越年闘争と言えるだろう。ありがとうございます。